はい、皆さんどうも、ナッチです。タマドラモードですかね、バズドラ W の実況を久しぶりにしたいと思います。ですね、あれから3日4日経ったのかな、1週間も経ってないと思うんですけど、今アテナ一式が揃いましたね。ちょっと前ぐらいに揃いまして、あとはですね、青電一式も揃いました。はい、結構ね、青電は虹ってこともあって強いです。あとは、読みが一式揃ってますね。読みはですね、強いんですよ。相変わらず本家でも強いし、こっちでも強いんですね。というわけで結構、揃ってきたところです。はい、でガチャが今ねコインカンストしちゃってるんでね、引きましょうか。はい、99999、あと19回回せます。ということでギリ20回まで貯めることはできないんですけど、回していきたいと思います。はい、じゃあ回していきたいと思います。はい、10連続いきますよ。おいしょ、銀、おろろろろろ、お、虹が1個来ました。弾く、レベルアップ、お、白メタだ、やった。超絶出やすくなる。白メタもこれであと1個ですね。はい、というわけで、まあ1コインどっかで集めてもいいんですけど、どうしようかな、めんどくさいんでもう9回引いちゃいますよいしょ、金、お、金2個、今度はペラ上がらず、メロドラは上がらず、ヘラ2個か。はい、というわけでですね、まあ結構皆さんね、タマベガスの方で稼いでると思うんですけど、ノーマルステージですね。ノーマルステージのこの、スイーツナイトあたりからですね、敵が金玉とか虹玉を持って出現するんですね。パズドラ本家でもらえたキングデビ玉、だっけ、キングデビ、デビ玉が出てきて、虹卵とか金卵もドロップするようになるんですね。なので、まあ、正直こっちでコイン稼いでガチャ回すよりかは、ノマダンでねドロップを狙った方が早いんですよ。結構これ知らない方が多くてですね、ツイッターでもどうやってそんな青電集めたんですかとか聞かれたんですけど、まあこのね、キンゴルとかも金玉なんですけど、あとはゼウスとか、結構まあ、課金してる人は少ないと思うんですけど、このモードに効率よく集める方法が多分僕的にはノマダンを進める。でノマダンは失敗しなければエンドレスでスタミナ回復して進めていけるので、まあ、ちょっとこの辺ね、光を7個以上つなげていけそうとか無謀なこと言ってますし、しかも最初からね、残りターンハートが5個だったり鬼畜なんですけど、まあ今んとこ僕は失敗せずにいけてますので、皆さんもよかったら、ノマダンを進めてみてください。はい、それでは、現状報告とガチャ動画でした。さよなら。